トヨタガズーレーシング 86BRZ レースは2017年全9大会10戦でシリーズを争う。すでに第9戦まで行われ、残すところ最終戦富士スピードウェイのみとなった。ドライバー、チーム、タイヤ開発がさらにコンペティブとなった同シリーズ。激動の2017シーズンを開幕戦モトギから第7戦須郷まで振り返ってみよう。開幕戦、ツインリンクモテギ。スターティンググリッド9番手までがブリヂストンタイヤを履いた車両となった決勝。天候は晴れ、路面はドライ。10周によって競われる2017ラウンド1モテギ決勝レースがいよいよ始まる。ブラックアウトスタート。さあ、大きいスタート切っていきました。4番グリッド青木、レスポンスが非常に早かった。伸びていきます、伸びていきます。青木は3ワイドのど真ん中。2番手近藤翼がなんとか守っていくけれども、どうだ、トップ佐々木を誰も抑えられなかった。いや、今のところは、ね、非常にクリーンに、レーススタートして、みんな新車ですからね、はい、車綺麗なんで多分ぶつけたくないのかなと思いますけど、トップから出た佐々木選手が、はい、スタートも良かったですし、その後の、ね、なんか伸びもいい感じがするので、このまま逃げちゃうのかなと。佐々木正弘がこだわり抜いたというブレーキパッドが金曜日の、金曜日に来たのが正解だったんですって。ほう。カーナンバー1番佐々木正弘、去年のチャンピオン移籍してもダントツぶっちぎりのトップチェッカーです。86BRZ レース2017プロフェッショナルシリーズラウンド1モテギを制したのは1号車小倉クラッチウィズレボリューションの佐々木正弘。そして2位は近藤翼、3位青木孝之と今回横浜タイヤからブリヂストンに変更した2人が入った。第2戦オートポリス。天候は晴れ、路面はドライ。2年ぶりとなる 86BRZ レースラウンド2オートポリス決勝がいよいよ始まる。ブラックアウトスタート。さあ、青木スタートを切っていきました。その後ろに佐々木もついていきたいが、その間に割って入った小川亮スタートしましたね。これ僕結構うまくスタートを決めたんですけれども、1台も抜けずに残念になったんですけれども、はい。でここで、ファステスト取ってうまく前の車に追いついてアウトから抜きに行ったんですけど、1コーナーまずは大外から青木、そして2番手小川のアウト側から佐々木が行く。どうだ、立ち上がり砂煙が上がる、砂煙が上がってそのまま次は小川がイン側、そしてそこに蒲生がピタッとつけて佐々木を入れない体勢だ。3コーナーインサイド、あ、佐々木アウト側から前に出ていく。佐々木正弘2番手浮上。おお、その後ろガモーが、あ、クロスラインでスピン、ガモー直也、これはちょっと苦しい。小川亮に接触したでしょうか。桜井さん、ラスト4周タイヤはまだめちゃ元気、どういう展開になるんですかね、このトップ2。仕掛ける、どこで仕掛けるかですけど ね、おそらくもうここ2台一騎打ちだと思いますね。おお、最後のチャンス、ワンチャンスだ、ワンチャンスだ。ここで行ったんですよ、アウトから行ってやろうと思ってアウトから行ったんですけど、ダメでした。はい、青木選手ももうかなりこれは今のラップのね、立ち上がりから来るなっていうのを分かったと思うんで、はい、いいよね、しっかり完全に抑えてたよね。しかしながら今回その因縁の対決、しっかり借りは返してもらいました。青木孝之トップチェッカーです。ラウンド2オートポリスを制したのは KMS フェニックス86青木孝之。メンバー変わってないっていうやめてほしいな本当に。第3戦富士スピードウェイ。
天候は晴れ、路面はドライ。予選トップタイムから1秒以内に26台が入るという大混戦となったラウンド3富士。果たして決勝を制するのは。ブラックアウトスタート。佐々木いいスタートを決めていきました。佐々木正弘ポールからさすがのスタート。そしてこの1コーナー TCR が肝になります。この後のレースの流れはここで決まる。ここは肝なんですか。さあまず佐々木正弘、そして2番手にガモーカ、そしてアウトサイドインサイドから青木が行ったのも見えましたけれども、どうだ。そして青木が今パナソニックインサイド、あそしてアウトだ。コースアウト、コースの翼。あ、押し出してないですからね僕。いや自分で出てた。いや翼が出たように見えたけど俺は押してないからね。でも今回多分トップ4台は誰も一度も接触しなかったんじゃないかな。そのコツンコツンも多分なかったと思う、うん。さあそして1コーナーどうだー。ガモー運営サイドとして抜いた、抜いた、抜いた、ガモー1コーナーでやられてるんだ。 ABS だよ。なんとガモー直也ここでトップに浮上。4周終了、5周目。さあ青木、おお青木さん抜きますよ。これねアウトから行くときちょっと嫌だったんだよね。あの過去の嫌な思い出が脳裏を何か起きそうですね。ガモーの後ろ横並び、はい、青木が前に出るか。アウトサイドからインナーから佐々木立ち上がっていく。スピードは青木が乗ってる、スピードは青木が乗ってる。コカ・コーラに向かっていきます。5周終了、6周目。2番手3番手争い、コカ・コーラインサイド青木、後ろからコントーツマトもついていきたい。さあトヨペット100R、 2番手3番手がぐんぐん伸びてくる。大木孝之がぐんぐん伸びてくる。ガモー直也後ろにぴったりと青木の姿が見える。さあトップ2パナソニックへと向かっていきますが、インサイド青木パナソニックで入った。青木孝之しかしアウトサイドからガモーはスピードを乗せていく。おー、いじあった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 。もう僕が見たら当たっちゃってます、ね、もうこの辺は当たりますね。抜けないですね、はい、タイヤの外径も一緒だし。そう TGR トップ2、インガー守るかも。アウト側からクロスラインを取っていく青木、スピード乗っている青木。コカ・コーラに向けて、しかしコカ・コーラはガモーがインサイドを守っている。青木は外側からまくっていくか。さあどうだ、前に出られるか。コカ・コーラ青木、青木孝之トップ浮上。さあチェッカーのフラッグ、青木孝之2連勝。 ABS 壊れた2周目にもう全然ない状態でロックしてリアのバランスブレーキばっかり効いてもうオーバーになるし、もう全然勝負にならなかった。ありえない。86 BRZ レース2017ラウンド3富士スピードウェイは KMS フェニックス86青木孝之が前線のオートポリスラウンドから2連勝を果たした。第4戦岡山国際サーキット。突然降り出した雨が決勝レース直前に止み、ウェットだった路面が次第にドライになっていく。ブラックアウトスタート。さあフロントローは佐々木のいいスタートだ。佐々木雅いいスタートを切っていった。佐々木雅弘1コーナーイン側に向かっていく。ホールショット佐々木、1コーナー佐々木が取っていった。ガモを食い下がる、イン側から立ち上がってくる。佐々木が2コーナーに向けてはインサイドを取っていて完全に前に出ていきました。これスタート前に雨がバーッと降って、うん、みんな多分内圧とか随分それぞれ違うと思うんですよね、うん、僕はレイン寄りの内圧行ったんで、うん、ちょっと厳しくなりました。バックストレートからヒアピンに向けて4台横並び、4台そして3ワイドのブレーキング。ヒアピン今度こそ1コーナーか、今度こそ1コーナーか。大きい1コーナー入ります。青木3番手に浮上。やっぱあんまり無理も仕掛けてくるのもあんまり無理してこないですよね、うん、まあでも
アウト選手はあの全般的にそうだよね、うんうん、あのいいタイミングを本当測って、うん、当てられることはあっても当てることはないよね、うん、ないですね。そして後ろから小川アトウトインサイド入る。思い切った飛び込みを見せました。小川亮、これで小川亮は4番手に浮上。新田が5番手にドロップ。まあ1番小倉クラッチレボ 86BS 佐々木正弘の黄色いマシン立ち上がってまいりました。今シーズンこれで86BRZ レース2017ラウンド4、岡山国際サーキットを制したのは小倉クラッチレボ 86BS 佐々木正弘。第5戦トカチスピードウェイ。このトカチラウンドはダブルヘッダーで、第5戦、明日の第6戦の2連戦となっている。しかもタイヤは2戦合わせて6本と制限され、交換するタイミングはチームに任せるという独自の競技方法によって争われることとなる。佐々木正弘と青木孝之は富士の一件により5点のペナルティが与えられ、ここ十勝第5戦で両選手に10グリッド降格の罰則が課せられることとなった。明日の第6戦はこの5戦目の決勝のベストラップ順がスターティンググリッドになるために、この決勝でタイムアタックのみを狙う作戦のチームが数チーム現れた。天候は晴れ、路面はドライ、ブラックアウトスタート。ハットリースタートです。ハットリースタートです。ハットリ直樹スタートを決めました。第5戦いよいよスタートしましたけど、勝ち的にはこれどうだったの？これ僕的にはそんなに悪いスタートじゃなかったんですけど、ハットリさんのスタートがすごい良かったんですよね、うん、なのでまあ、後ろはそんなにその服部さんよりも後ろは気にならなかったです。スタート自体はそこまで悪くなかったので、うん、行ったような感じです。これアタックに行ったやつ。そうだね、これいろいろまあ、あの賛否両論というかあのいろいろ問題をね、いろいろ言われるみんなの行為だったんだけど、まあ、バステストも取って明日に向けて万端と行きたいところだったんですが、まあ、ファーストテストはさあどうだ、トップ2入れ替わっていくか。2コーナートップに入っていく。インとアウト、サイドバイサイド、平中インサイドにマシンを滑り込ませる。平中2コーナーでトップ浮上。この時1コーナーでちょっと服部さんがワイドになって、膨らんで、膨らんだ。でそこでその加速も僕の方が1コーナーの立ち上がりの加速が良かったので、うん、でなんとか2コーナーまでに入れたっていうような。19番平中克幸、去年の茂木以来の喜びに満ちたここ地元十勝でのフラッシュをしながらの見事優勝です。86BRZ レース2017第5戦十勝スピードウェイを制したのはグッドイヤーレーシング86、地元北海道の平中克幸。ありがとうございました。やられた。第6戦トカチスピードウェイ、ブラックアウトスタート。14周の第6戦今スタートしていきました。1コーナーは順当に青木といったところでしょうか。今1コーナーに向かって各ドライバーが吸い込まれていきます。トップは青木、2番手に平中、3番手に佐々木、5番手6番手がサイドバイサイド。あー、そして1コーナー10番から後ろ大きくコースアウト。戻ってきたドライバーもいますが2台ぐらいはまだ戻れていません。赤旗、赤旗という情報が。赤です。レースは改めてセーフティーカースタートとなった。いよいよ残り12周グリーンフラッグレーススタート。平中選手がちょこっと遅れましたかね。ここはもうそのセーフティーカーでのスタートだったので、うん、ちょっとそのやはり青木さんが有利になってしまって、うん、でここでかなりちょっと思ってた以上に離されちゃったんですよね、うん、桜井さん、平中はちょっと勝負的に早めに仕掛けたいっていうイメージですよね。そうですね、やっぱりタイヤがね、彼は1列使ってますから、もうとにかく早めに行きたいですね、これね。なるほど。
かなり本当にタイヤのグリップ感がずっとあったので、このレース、ね、圧倒的に勝の方がいろんなライン取れてるもんね、はい、でこの先で僕がこう外側にいることによって青木さんがそこまでインを抑えることができなかったので、ここだと思って行ったんですけど、ちょっとね当たってしまって、さあここで前に出ているのは誰だ、佐々木です。佐々木が前に出てきているように見える。ここでしょう、やっぱり青木さんすいません下がっちゃったねこれは前日の服部さんと同じパターンで抜いたんですけど、平中が前に出ています。平中がトップに浮上、仕掛けた、よしよし、イン側を押さえたまま1コーナーを小回りしてくれたので、アウト側のクロスライン取って、2コーナーまでにちょっと鼻先入れることができたんで、そうすればもうそんなにこう切ってくれないですね、切ってくれないだろうなっていうことで燃焼グッドイヤーレーシング86の平中克行がダブルヘッダーの十勝ラウンドを2連勝で完全制覇した。第7戦富士スピードウェイ、天候は晴れ、路面はドライ、 86BRZ レース富士スピードウェイ決勝がいよいよ始まる。レッドテント、ブラックアウトスタート、吉田弘樹スタートを切っていったぞ、互角のスタートだ。まあ一応普通に自分は失敗しなかったんですけど、まあ万が一のことがあるといけないんで、まあ一応イン側だけ入られないようなところを走って、はい、でも今まで1位ポールからスタートしたことなかったんで、どのくらいでブレーキ踏んだら止まるのか全く想像できなくて今までもっと後続にいるんで、こう前を見ながらのブレーキングだったんですけど、誰もいないと行き過ぎそうで怖かった。さあそして佐々木正弘がスロー、あらランキングトップ、黄色いマシーン、ピットに戻ってくる佐々木正弘、もうこれはもうプレッシャーかかりまくりじゃないでしょうか。これ服部さんが今早く行けみたいな合図を送ってくれてて、僕ミラーで見てて分かりましたって感じなんですけど、逆に服部さんがいるから集中できないですみたいな感じでしただから若干アウト側にマシン触れる、服部イン側にマシンを滑り込ませる。13コーナー服部アウトサイドまで吉田が振られる、しかし次のコーナー吉田がインナーで踏ん張る、おー頑張れ。残ってます残ってます、レクサスでも吉田がイン側、服部はアウトサイド、吉田が前に出ていくか、パナソニック、パナソニックで服部、後ろから近藤がついてくるかどうかだが、服部はインナーから立ち上がっていく、吉田2番手、近藤後ろにビタッとついた、ホームストレート、まだねストレートエンド吉田選手伸びますからね。さあサイドバイサイドだ、前に若干服部、服部が前に出てきている、2番手に吉田、3番手に近藤です。吉田はしかしラインはインサイドに取ってるけど、どうだパナソニック、お近藤入った、あ近藤が入った、近藤入った、吉田のインサイド、ああ吉田アウトサイド、大きく振られてコースアウト、戻ってきましたが2番手には出られない、カーナンバー60番、ま、服部のアウト、そして2番手わかんないよ、ダンロップが今トップチェッカー、そして2番手は吉田。86BRZ レース2017富士スピードウェイラウンド第7戦を制したのは OTG ダンロップ86服部直樹。2年前の2015年にグッドイヤーに初優勝をもたらし、今回ダンロップにも初優勝をもたらした服部直樹。2位はマラ弟子の OTG TN シガ86吉田博樹、3位近藤翼となった。第8戦スポーツランド数号、ブラックアウトスタート。さあスタート、これ青木がやたら速かったよね、速かったですね、もう全然もう最初抜かれちゃって1コーナーまでに、はい、もう
こ無理やり刺しちゃったんですよね、無理やり。で、ここで当たって、ちょっと当たったりね、はい、1回当たって、また2コーナーでもちょっと1回当たって、あ、また当たったの、はい、うん、もうここで3コーナーで、はい、もうイン取られちゃいます。4コーナーどうだ、青木がイン側だ、青木がイン側入った、4コーナー立ち上がり、あ、しかしトップ2ホームストレート、タイムギャップがこんなに、明らか青木の方が速くなってきた。青木でも枝速いぞこれ。さあ谷口は40秒6、青木が40秒3、近藤が40秒4、横浜同士の対決ということですが、谷口ちょっと苦しくなってきた。じゃあかけてみます。あ、これ入ってるね、スリップに入ってますね。そしてこれ入ってるね、谷口入ってても行かせないよね。その青木がやってきた、行かせないよね。あと2周頑張れ、頑張れ。青木さん、青木さん、ちょっと漕いでるね。はい、青木がラインをインにアウトに変えていくんですよね。あ、青木上がるんだ、行け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 、よし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 。ダンロップブリッジから立ち上がってくる、どうだ、そのまま逃げ切る、青木手が出ませんでした。谷口伸てる。 86BRZ レース2017スポーツランドスゴーラウンド第8戦を制したのは KTMS86 谷口伸てる。およそ2年ぶりの優勝となった。2位は KMS フェニックス86青木孝幸、3位近藤翼となった。そして迎えた第9戦鈴鹿サーキット。前回の菅生戦では横浜タイヤがニュースペックを投入しその強さを発揮したが、なんとこの鈴鹿ラウンドにてブリヂストンタイヤ、ダンロップタイヤ、グッドイヤータイヤもニュースペックを投下。つまり4メーカー全てのニューモデルが投入され、タイヤ戦争の頂点といえる戦いの予感となった。10月21日土曜日予選、この週に猛威を振るった台風21号の影響で鈴鹿サーキットも豪雨に見舞われた。ヘビーウェットの中、 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズ各社コースインしていった。最悪の路面コンディションの中、何周もアタックを重ねた。ポールポジションは今シーズンスポット参戦の坂口良平。してくるというチームも多くありました。でそのうちの1チームが本当に狙ったところで走れたので、まあ、パーフェクトな予選だと思うし、本当にチームにしっかりなんか、何してんかな、お互い信頼関係で築き上げてできたので、まあ、大阪トヨタ入ってとりあえず昨日も戦友一番で今日も、ね、ウェットということでボール取れたんで、本当に甘くないと思うんですけど、とりあえず今日はホッとしました。2番手にはチャンピオン争いをしている佐々木正弘。セクター1セクター2すごいうまく決まってたんですけど、まあこれうまく決まってるなと思って、もっと攻めて、もっともっと攻めてと思って行ったら、ちょっと試験員のところで少しね、少し滑っちゃった。まあでもフロントローだからしっかりここはね、走って、明日いい結果で勝ちたいなと思います。3番手は BRZ の久保凛太郎が上位進出を果たす。グッドイヤーがニュースペックを投入してまいりまして、一気に様相が変わりました。まあ結構好きです、この鈴鹿の雨は。なんで、まあ結構自信持っていこうかなと思ってたんで、まあ良かったかな。4番手にポイントリーダー近藤翼。ちょっと騎馬出ちゃって、ここら辺でうまく、まあ、満足なエクアタックできなかったんで、ちょっと佐々木さんに行かれちゃったのがちょっと自分の中ですごい悔しいんで。近藤翼とシリーズ争いをしている青木孝之は12位と沈んでしまう。雨量の予測を失敗して、フルウェットというか、まあ、ダンプの、コンディションを想定して出ていっちゃったんで、まあ、すぐに入って、調整し直せばよかったんですけど、まあ、赤旗が出るの
が怖くて、赤旗中断でね、タイムが、出ないまま終わっちゃったら嫌なんで、そのまま、走って更新させちゃったんですけど、ちょっとそれが失敗だったかなと思って。姉の公式予選はブリヂストンタイヤユーザーが上位を占める結果となった。予選終了後、予選上位3名を囲んで子ども新聞の取材が行われた。小学生記者9名に質問攻めに遭う坂口、佐々木、久保。子ども記者もレースに興味津々の様子で和やかなムードで取材が行われた。降りしきる雨の中、翌日の決勝に向けて準備が進められていたところに、22日決勝が中止されるアナウンスがされた。決勝日に行われる予定のスーパーフォーミュラビッツレース、全ての競技が中止となった。こうして2017年 86BRZ レースは最終戦富士スピードウェイのみを残すこととなった。最終戦富士ラウンド決勝は12月10日トヨタガズーレーシングフェスティバル、通称 TGRF における公式戦のレースとして開催。多くの来場者が見守る中、チャンピオンが確定する。近藤翼、青木隆之、佐々木正宏、3名によるチャンピオン争い、ぜひとも注目していただきたい。